ソハヤの里へ。振り向かないで。ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。この辺りの光る壺、うまく使って。もう誰も使わん。さあ、そろそろ藤吉郎たちの武…何？それともまだ何？何？何？私を誇りてしすは本望、これが我らの誇りを。Thank you.
っぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻す時、常闇を払い亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。松永断次を久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。ふん、柄にもない真似を。あれはお味方ですか。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め、